続いて上からちょっと行います。はい、主張は尺170でいいです。はい、示せ。OB 進化ね、はい、範囲内、確認、はい、続いてエンジンチェックを行います、はい、そう、そっちオーディオテスト、はい、続いてチップテスト、はい、オーケーでファイヤーテスト、はい、ファイヤーテスト OK、 フィエルクオリティ300ポンド、はい、1時間半、はい、飛行可能、はい、ボルト26、25.7 以上チェック、そうですね、はい、外気温度8度、はい、1度、はい、OK、 標高も一応合わせておくか、はい、40な、そうすると近いところだもんね、はい、うん、なんとかその方が楽でしょう、そう、はい、行けるか、アンチコリジョンライト、はい、でエンジン始動に移ります、はい、電圧チェック、はい、よし、はい、確認、クリア、はい、エンジンスタート、はい、エンジンスタート、エンジンスタート、はい、回転、はい、ボルト、MGT チェック、はい、
じゃあ今日はタービン限定ですね。授業用のタービン限定、合格おめでとうございます。ありがとうございました。では今日の感想どうぞ。そうですね、まあ3回目の試験であって落ち着いてはできたと思うんですけど、落ち着いてる中でも落ち着いてはいるんですけど、操作とかの訓練始めてから、何ヶ月、何年ぐらいだったんですかね。1年と7ヶ月になります。なるほど。で、大体訓練としてはじゃあこれで終了ってとこまで、はい、1年7ヶ月で、まあ、座学を結びつけるとか、まあ、今日は試験としては合格はしたんだけれども、まあ、課題もいろいろいただいたと。プロとしてじゃあやっていくにはこれからもまあ勉強がずっと続くと思いますので、しばらくの間は、まだまだ勉強してもらってですね、早く1人前のプロになれるようにますます頑張ってもらえればと思います。じゃあ奥くん、タービン限定取得おめでとうございます。でもまだこれから、まだまだ続いていきますから気合い入れてですね、はい、どんどんますます頑張っていってください。はい、はい、じゃあおめでとう。乾杯。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうな。